はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、陽介さん。はい、CZX を一つですね。で、今日、胸幅出しますが、ちょっと微妙なところです。まあ、6パックですよね、これね。そんなにないので、カード片付け間に合えば今日、はい、出荷できます。今日もちょっと新製品が多くて、出荷が大変でした。はい、じゃあ、ハサミで上、全部切ってからですね。31、スケッチ1。あと、スターパワー。まあ、だいたい1。あと、パラレルが2か3って感じですよね。まあ、パラレルもスターパワーのね、パラレル来るといいんですけどね。その辺はシリアルランダムみたいな感じでしょうね。はい、じゃあ行きまーす。はじめ、レギュラーが4枚ですよね。25尻だ。シルバー。はい。ちょっとごますってるおじいちゃん。ね、ヒーローにね、ごますってるおじいちゃん。めちゃくちゃファンな方。ファンな方かな。スケッチっぽいですね。はい。お、いい感じじゃないですか、結構。ほら。キャラクターなんだろう。スパマン?フラッシュ?赤いけど。どっち?スーパーマン?襟ついてるよ、でも。まあ、すごいスケッチカードとしては、クオリティ高いんですけど、着てるものがなんだろう、これ。ドクターストレンジ?怒られちゃいますね。はい。DC ですからね。着てるものだと、なんだろう。この襟付きのシャツ着る?普段の?はい、うん。とてもいいですね。うん。かなりクオリティ高いと思いますよ。はい、スターパワー。アローですね。グリーンアロー。店長は PB の時に使ってるのは大きいスリーブに、これ55ポイント店長のオリジナルローダーです。結構ちょいちょい質問来るんで。PB で使ってるの何ですか、用品。手前の位置にサインだ。はい。まあでも当たり外れありますけどね。ここの位置も。誰でしょうか?ん?はい。ケイティ・キャシディさんですね。あんまり見ないかな。ローレル・ランス。はい。ローレル・ランス。150シリ。これ普段の、あれですかね。うん。はい。オフィス・レディの。はい。OL か。はい。ビビオンあんまり見ないかな。そんなに見ないですね。この辺がどういうあれなのか、ちょっとわかんないですけどね。どういう入り方になってるのか。でもあんまり見ない。はい。サイン来ました。まあ、スケッチもこれね。まあまあ、まあまあっていうか、もう全然ありですね。これだったら。で、あとは、シリアルが今2枚出てて、メモラだ。はい。コスチューム。これ、コスチューム。これは一人系かな。あ、少ない。ショートプリントだと思います。誰だろう。あ、おじいちゃんのスーツ?はい。これ99しかない。多分まあ、このスーツですよね。はい。99シリ。SP だと思われます。99はかなり少ないですね、コスチュームとしては。うん。フラッシュおじいちゃん?元祖フラッシュ。
はい。で、ここが、スターパーのパラ、あ、プレートだった。サインのプレートだ。はい。これスーパーマンの方でしたっけ？ウェーリング、フラッシュの方。はい。スーパーマンの方かな。サインのプレートですね。はい。いいですね。はい。ブラックプレート。サインのプレート。この場合は、はい。レギュラーが後入ってるだけですんで。この間もプレート出たけど、まあ、セザー数がね、そんなに多くはないですから。1000ケースぐらいですよね、多分これ。それのかける6箱しかないので、そんなにやっぱりいっぱいはないですよね。はい。スケッチがかなりクオリティが高いものが出ました。で、SP の、はい。コスチューム。フラッシュおじいちゃん。で、サイモン・キャシティさんはそこそこだと思いますよ。うん。で、プレートも出たと。なかなか面白いボックスでした。はい。で、ちょっと山さんが来ちゃうんで。はい。ポーカーね。ポーカーもなんかニュースになってましたね。店長は競馬の気分やって、まあ今やって、まあ競馬というか競走馬好きですけど、競馬すらほとんど買わないですよ。はい。ギャンブル自体ほとんどしないです。はい。じゃあお客様ね、参加をします。ワン。ノーハンドですね。お金かけなきゃ楽しめないっていうのがちょっとあまりね理解できないんですよ。はあ、まあ普通に今もこうやってねパッてやってお客様とこうやってこうマグホーサービスとかやってるじゃないですか。全然面白いですからね、それでもね。うん、まあ、お客様もたまにね店長に勝ててよかったですとかメール来ますけど、はい、店長弱い。はい。じゃあ、こちらでね、発送いたします。はい。明日着予定だと思います。まあ、すぐ梱包すれば間に合いますんで。はい。ありがとうございました。また、よろしくお願いします。はい。